海道南幌町には幸せがあります。株式会社 3B さんの工場見学させていただきましてありがとうございます。このバイオゴッドの故郷ふるさとになります。普段岡薬局といってこのタモギーデラックス、こちらの方がバイオゴッドと同じ中身の成分のものが入っております。ベータリーグルカン、エルゴチュアネイン含有乳酸菌 FK23 含有の素敵な商品となっております。先に売り込んでおきます。さて工場見学スタートですけども、この黄色いタモギ、南幌町にですね 3B さんという会社がございまして、こちらでですね幸せの黄色いキノコ、こちらの育てております。育てたと同時に製品化もしていると。で、大人の事情でですね聞いたらですね、この春くらいまではタモギだけを一般のスーパーの方にも卸してましたけども、今はですね卸すほど取れないと。なぜ取れないか、一生懸命頑張ってもですね、1日に1トンくらいでしかですねタモギだけを生産できないらしいんですよ。で、それを製品化しちゃうとですね、もう生のキノコとしてですね出す分を確保できないそうです。今回ですね着替えてタモギだけのできるまでということで工場の方見させていただくことができました。タモギだけでですね給食への供給は日本一らしくてですね、もう20年30年前からやってるそうです。普通はですねなかなか工場内撮影しちゃいけないんですけども、特別に許可をいただきまして撮影させていただきました。まあ一部ですね映っちゃいけないかなという部分は私の方で勝手ながらカットさせていただいてますので付け加えておきます。企業秘密って必ずありますからね。多分プロの方見るとですね、その私の画像なだけでもですね分かってしまうと。ですんでプロの方目をつぶってください、見ないでください。こちらの方はですねタモギだけを育っている培地をですね作るんですけども、その培地の方を滅菌しないとですね変な菌が入っちゃうと違うキノコになっちゃいますしね、カビも出ちゃいますんで、そこをですね今充填しながら蓋をしてですね滅菌する機械の方にこれから入れていくという作業ですね。ある程度蓋は自動で入るんですけど、やっぱ機械は完璧じゃないんで時々ずれちゃう、ほら1個だけが残っちゃったりするでしょ。その部分を手で蓋をかけてあげると。でこちらの方にですね、まあ、今蓋しますね。で揃えてこの釜の方に入れてあげると。でここではですね滅菌した培地に培養したタモギだけの菌をですね植え付けていくんですけども、このタモギだけの菌さえもですね実は固定種と言いますか、ちょっとここ特別なタモギだけ、今ねスーパーでもいろんなタモギだけ売ってるんですけども、ちょっと違うんですよね。特許と言いますか、ちょっと特殊なですね許可を得たようなその、はい、届けで出した菌を使ってるようですよ。ここで一生懸命ですね菌を植え付けてきます。蓋をしてと、今なんかポロポロって見えましたかね、これポロポロって見えて、これ植えていく。でタモギだけの培養室ってあるんです、こちらの方で育てていきます。規定の温度湿度管理されてますんで、こちらの方で育てるらしいんですけども、キノコ系はすごい酸素を吸うらしいですよ。ですからねここ閉めた後に人間入っちゃうとやばいらしい、酸欠なくらい、こんだけだってキノコいるんだもん、すごいでしょ。でここで年間キノコ、タモギだけとして260トンですね、約土日休みとすると1日1トンくらいの生産になっている形でコントロールしているようです。から一気にドカーンとですね出てくるらしいんですよ。
それが次の画面で出てきますからね、黄色いキノコパッと花開きます。ほらすごいでしょ、すごいのキノコパワー、タモギだけです。なかなかねスーパーでタモギだけ見ないと思います。北海道でですねスーパーで売ってるタモギだけはこちらのタモギだけじゃないんですよね。東北だとか信州だとかの同じてるんですけども、同じタモギだけでもですね品種がちょっと違うんですね。仮にねベースとなってるですね、今プロの職人さん職員さんがこうやって切り取ってきます。これを製品化していくわけですね。前でしたらこれをね出荷してたんですけども、今はほとんど全部製品化しちゃいます。欲しいなこの黄色いキノコ、美味しいんだよこのキノコ、天ぷらにしたら最高よ。でエアシャワー浴びてからですね、いざ製品加工エリアに入っていきます。でここでですね消毒液に足も浸してですね、もちろん着替えてますけども、で入っていくんですけども、はいこんな感じで、ここで熱水抽出、これなんですね。本当はこの場面の企業秘密なんですけども、まあまあまあ取っていいって言われたので取らせていただきました。ただですね温度だとか量だとか浸す時間とは企業秘密ですからね、これ以上は見ないでね。このタモギだけいい香りしてるんですわ、すごいよね。最初ね黄色いんだけども熱水処理していくとですね黄色みの色味がですね白く変わっていくんですよ。すごいでしょあの泡、これ泡実はこれが多分有効成分の一部とも、あの薬用人参とかね泡サポニンって言うんですけども、このトロトロしたのは多分ね無垢多糖類だと思うんですよね。ネバネバ成分というか、これがまあいわゆる免疫系何系最高な成分かと思います。エルゴチオネインも入ってるんでしょうし、この泡のねこうやってこの泡飲んでみたい、食べてみたい、この液もね。でも貯金工場なんですよ、これは許されませんので、ミールオンリーです。グツ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 やってますよね。これ、ね、多分ねある一定の規定のあるみたいです。でこちらはですね蒸した残りっていうか、この部分はですね手作業にて分別してですねサイズを揃えた上で、はい、パッケージングして、こちらパックですね、機械で加圧殺菌して全国の給水センターに配送されるようですよ。九州の方までも、これがエルゴチェネイン含有のものですね。これを隣の濃縮室に行って濃縮してですね規定濃度にろ過濃縮されて製品化されるんですね。